三山ひろしさんです。どうよろしくお願いします。三山さん本当に三山さんもとにかく演歌界って言いましょうか、歌謡界一のですね趣味人間でございますけど。そうですね。趣味人間。いろいろとやらせていただいてます。ね、大好きで。まあいろいろ見せていただきましたけど。最近なんか新しい趣味の開発はあったんですか。いやそれがこのところコンサートがなかなか忙しくて、まあ15周年っていうのもありまして、ツアーコンサートが結構たくさん入ってるんですよね。ですからあんまり今趣味できてないんですね。よく我慢できますね。今グッドも今来られてよね。はい。でまあコンサートはね大変精力的にされているっていうふうに伺っておりますけども、はい、結構いろんなところ回ってますか。いろんなとこ行ってますね、うん、この間は、九州の方に行きまして、福岡の市民会館で、たくさんのお客様と、その翌日が大分県に行きまして、うん、みんなワンマンショーで、ワンマン全部、あ、私三山ひろしの、コンサートツアーということですか。はい、行ってるんですけど、大分はもう完売御礼でしたね。あ、そう、嬉しかったですね。よかったですね。それは、ね、声を出せるようになりましたから、皆さんマスクつけて、あ、なるほど、うん、で掛け声とかをこう出して盛り上がりました、うん、あ、結構ですね、はい、多岐にわたるしまたね歌謡浪曲なんかされますと、いろいろと、すごいでしょうね、反響がね。嬉しいんですよ、日本一とか声がかかるとですね、乗りに乗ってくるって感じですね。浪曲は特にそうですよね。そうですね。今日はね、まあ、はい、新曲を弾かせてくださるってことなんでありますけど、はい、どういう曲ですかこれは。今回はですね、まあ、両親にこの男の生き様をかけた、まあ、生涯をかけた男ですね、まあ、そういう曲で北海港節という歌なんですけども、今までそういえばなかったよね、こういう。ないんですよね、勢いのある感じ、どちらかというとこう温和なイメージといいますか、山とか川とか、そうですね、雄大なね、はい、そういう世界を歌ってましたけども、今回はもう海の男という、うん、はあ、はい、これはあれでしょうね、やっぱり男性の演歌歌手が通る道でしょうね。そうかもしれないです ね、やっぱり海の男っていうのは一つのテーマですよね、はい、まあ、でも中村先生からよく言われたのが、うん、お前は海の匂いがしない、どちらかというと山だってよく言われてたんですよね、うんうん、まあ、確かに山で遊んでましたから。そうですか、竹とも飛ばしたりとかですね。海には近くなかったんですか。30分ぐらいで行けるんですけど、あんまり遊ぶところではなかったですね。どちらかというと山に行って、まあ、竹鉄砲とか、うん、竹トンボとかこう自分で作って飛ばしてたと、うんうんうん、そういう遊びでしたから、どちらかというと山ですか、はいはい、ということで、もう初めてのある意味で海をテーマにいたしました、はい、三山ひろしのこれはまあ傑作でございます、はい、ぜひお聞きいただきましょう、はいはい、三山ひろしさん北海港節です。どうぞ。
秋に。